どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、視聴者さんに勧められたシャドウオブデスというゲームをやっていこうと思います。あ、ちょっとなんか思ってたより相当ちゃんとした感じですね。とりあえずプロローグからスタートってな感じですかね。まあ左右で動きますよと。主人公の名前がマックス、すでに強そうってね。あ、タップで、ああこんな感じのゲーム、ああいいじゃない、いいじゃない。ああもうこういうゲームも大好きよ。はい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 、すんこれも、ああジャンプ、ああジャンプがあった、なるほど、ジャンプしながら攻撃もできやすよと、かっけえな。あで、あ前にシュバッと走るのもできるし、必殺技もありますよと。耳打とすね、まあまあとりあえずまあボスっぽいですね。あいやいや、これはなんだ、あ倒した全然倒せてる。なんかまだ必殺、あ大車輪みたいな必殺技もあるよと。あーちょっと待って、これ本格的なアクションゲームですね。なんかこう三国無双的な、こうズシャズシャ倒していく感じもあり、非常にいいですね。おーおーおー、ボスかな。あーなんかすごそうな、強そうなやつ出てきましたね。はいはいはい、あーどうだどうだ、これは勝てる、あーでも勝てそうっちゃ勝てそう。ちょっと待って、いきなり、あ特殊スキル、おーな、強え強え、あーな、な、何プロローグか。あーまあ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 、なんか勝てそうな雰囲気はあったけど、これ勝てねえ感じなのかな。結構話し込んでますけどね。本当に終わりなのか、当たってないよ。今の一撃で終わるとかじゃないの。火が降り注いできている。ああ何、当たっで負けたんかな、今ので死んだんかな。火がちょっと当たっただけな感じがあったけど、とりあえずまあ日本語は夢だったのね。あ今のは夢なんだ。主人公がうなされてたやつね。はいはいはい、でまあとりあえず進んでいこうねと。オッケーオッケー、まあ今は完全にプロローグ兼チュートリアルみたいな。あーでレベルが上がらないと必殺技とかは使えませんよと。うお、本番だったら結構敵多いっすね。あただまだそんなに攻撃はしてこないので、オッケーです、よしよしよし。あーはーはーはー、あープラント的な、プラント的な、ここから敵が生まれますよと。それを倒せと。スピーダーエッグっていうんですね。スパイダーエッグか。なるほど。あ、これ雲か。スパイダーだ。オッケーオッケー。英語読めた。あー、で、これでクリア。なるほど。ステージ一個一個は短めなやつが、はいはいはい。もろもろ条件クリアすると星がゲットできて、あー、オッケーオッケーオッケー。どんなゲームかもう早速わかりましたね。いいね。爽快か、あー、弾とか飛んでくる、なるほど、ちゃんと難しくはなってきそうだ、これはちゃんとジャンプで避けながら攻撃、で、ある程度倒すと、次のところに進めるようになりやすいよと、あー、上から降り注いでくるから、これはジャンプで倒す、ちょっと操作難しいですね、あー、ボタンじゃないんで、ちょっと攻撃に押したつもりで押せてないとか、ジャンプ押したつもりで押せてないとかは、ありますけども。これは面白いなあ、ちょっとがっちりやり込んでいこうと思います。あーなんか技を覚えたね。なるほど、育成の要素もありますよと。さあ、あーなんかでかいでかいやつ、あー何地面バーンってやってきてるね。へいへいへい、しかしながらまだ余裕ですね。オッケーオッケー、最初はみんな初心者という実績を解除しました。オッケーオッケー、で、なんだスキル、ほう、あーなるほど、スキルもアップグレードができますよと。だからまあ装備品とこのスキルもレベルを上げていけますよってな感じですね。だいぶだからやり込めば強くなってくよって感じだね。オッケー、さあこれで、あーボスがいる、ステージ1のボスですね。なるほど、雲がいっぱいおったから、あーこいつちょっと動きとかがまだ全然わからんけど、とりあえず技当てて、あーなるほどなるほど、スパイダー産んでくるぞと。あちょっと待って、全然強くはない、全然強くはねえっすね、多分もうそんなに余裕くせえな。あーなんかいなくなったよ、いなく、おーいや、ちょっとこれは初見殺し結構なダメージを受けた。なーになになに、糸とか吐くようになってますよ。ああやべ、ああちょっと何何、ちょいちょいちょい、うわーさあ何これ何これ、いやーちょっと
まあまあ初見ではまあ3人はな、そうか、だから基本は背後に、ああ食らう、一発食らったら何発か食らうね。オッケー、しかしながらオッケー、まあ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 、これステージ1でこの感じやから、あーこれは楽しみですね。この先が楽しみですね。ちょっと敵の体力は勝てですね。なかなか、多分まだ初期装備なんですよ。剣しか持ってなくて、この剣もまだ全然、オッケー、とりあえずまあクリアはできたけど、そろそろちょっと装備整えないと、これ広告見たら、もう一個剣ゲットできんのか。なんか光っとるし、これちょっと見るか。広告見てちょっと強くなりましょう。これでなんかべらぼうに強いやつ欲しい。多分弱え。4しか増えんやつ。普通に拾ったやつ24増えるから。なるほど。ちょっとこれ装備。はいはいはい。なるほど。強くなるってことですね。あーはーはー。で、これのアップグレードしていくと攻撃力がどんどん上がっていきやすいよと。ただこの、なんかアクセサリーが欲しいけどないのよね。これガチャ引かんといかんけど、クリスタル足りてないから。広告見たらいけんのか。まあまあ武器はいいとして、防具アクセサリーちょっと広告がっちりこれ見れば、まあ0からね1になるのはでかいからね。 OK、まあ何がちょっと強いか弱いかとかは分かってないけど、とりあえず広告2回見て、ジュエルアミュレット、とあと防具も、今のでゲットして、いいですね、マジック。なんか青いし強そう。緑と青どっちが強いのかちょっと分からんけど、青かな。攻撃力そんな変わってねえですね。でもダメージ9しか減ってねえから、やっぱ防具があるとないでだいぶ違う。なんかチャレンジっちゅうやつがアンロックされやした。とりあえずちょっとやってみましょう。なるほど。だからこれリーグとかあるか。まあまあソシャゲによくあるやつですけど、自分と同じぐらいの強さのやつ。マックス同士で戦うっぽい。いいね。何これ、同じ同キャラ対決じゃん。まあまあさすがに動かしてんのはコンピューターやとは思うけど、その体力ね。いいねマックス同士。俺やられとるけど、つうか相手のがレベルは高いが、なんかいいね、防御力絶対俺のが高い。相手多分何も装備してねえな、これ。よーしよし、勝ちました、ありがとうございます。でもこれ面白い。これはちょっと強くなりがいがあるね。これの意味がわからんのよ。ちょっとオッケー、 AT フィールドさえなければ。オッケー、よし、ステージ2順調にクリアしました。ちょいちょいよしよし。こいつ、やべえ、70%切りたくないね。70%切りたくない。さああとワンウェーブぐらい、あと3体。やべえ、ジャンプで避ける、必殺でナイス、オッケー、よし。ちょっと敵の体力がきつくなってきてますね。オッケー、ちょっと防具もゲットしたけど、そろそろちょっとちゃんとした武器防具が欲しいですね。一応全部緑衣装では揃えられましたけど、まだ指輪持ってないんでね。ちょっと指輪が出た、オッケー、青が出た、ラッキー、青が出た。ただ指輪じゃねえ、指輪が相変わらずねえのよ。あと1回しかガチャ回せん。まあ悩むけど武器だな。これはもう武器で、青は確定してるから、オッケー、青ですね。オッケーじゃねえか、青はもう確定しとんだって。でもバカほど上がる。これで多分、はい、もうめっちゃ強くなった。これはもう今火力モンスターですよ。いや全然、狼がこの速さで解ける。これ、ちょっと待って、超絶強い。オッケー。これは進めまくるぞ。ワープするのね。捉えてしまえばもう柔らけ。避けてからドン。オッケー、もうこれの繰り返しだ。オッケー、もう読んだぞ、あとはお前のなんかよくわからない弓の攻撃だけ、ジャンプで避ける。どうだ、いける。ちょっと不安したけど。よし、オッケー。よし。
さあ、装備 もう全部青になって、ペットもまあちょっと強くなったようで、どうやらねこれラスメンっぽいんですよね。今まではねステージ3の時は4が出て、4の時は5が出てだったんですけど、5の右の6が出てないので、ここがラストステージの可能性がある。ただにしてはレベル60のアンロックしてねえやつとかがあるんで、わあなんかわけわからんけど強そうですね。オッケー、倒し方分かった、余裕でしたね。いやーちょっともう一回やって、ちょっと星3でちゃんとクリアしたいな。しかしながらこれでどうなる。あ、右出てこうへん。結局右はやっぱちゃんと出てこないですね。終わりなのか。おー、なるほど、チャレンジ、あーチャレンジ地獄狂気と難易度がどんどん上がっていきますよと。だからまあ所詮私はまだチュートリアルクリアしたようぐらいですね。とりあえずちょっとこいつを、体力残して倒します。よし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 、オッケー、はーい、これで、とりあえず、ステージ6まで全60ステージ、星3つで、クリア達成ですね。なるほど、これちょっとだけ、もうここまでで終わろうと思ったけど、チャレンジちょっとだけやらして、どれぐらい変わるのかが気になるからね。あの神ゲーは僕あんまりやっちゃダメだってね、やっぱあのおばあちゃんの遺言で言われてるんで、ちょっとだけでもやりたいな。あ、硬くなってるね。攻撃力でいうともう最初と比べたら段違いで強いはずなんですけど、あーなるほど、初期装備の時の一面と一緒の感じぐらいですかね。はい、ということで今日はシャドウオブデスというゲームを紹介させていただきました。これマジでめちゃくちゃ面白いゲームとなっておりますので、皆さんぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。ちょっと神ゲーなんで、全然やり込めてはおりませんけれども、やりたいね、時間があったらもう必ずやるゲームですね私はね。はい、そんな感じです。